現場の西山さんと西。朝だよ。はい、4月18日ラーメン西山屋天気予報の時間です。アリース、アリース。竹島くん、はい、じゃあ空見ましょうか。はい、空どんな感じですか。ちょっと曇りの感じですね。はい、今日の天気は、はい、曇りのち雨ですね。雨は夕方の昼の2時ぐらいからですね。はい、2時から夜の11時ぐらいまでずっと雨だったら、ずっと曇りって感じですね。最高気温が19度、最低気温が11度になってますね。はい、さっき今日初めてですよね。はい、初めてです。どうでした。いや、楽しかったです。楽しかったですか。はい。あれ、どこ出身ですか、竹島君。僕、滋賀出身です。あ、滋賀ですか。はい。滋賀ってあれですよね、琵琶湖とかあるとこでしょ。あ、そうです。琵琶湖ってあれ、泳げるんですか。あ、泳げます。泳げるんですか。はい。でも、琵琶、滋賀の人ってやっぱ海水浴って言えば琵琶湖なんですか。いや、違います。あ、違います。湖です。湖なんですか。はい。琵琶湖は何しに行くんですか。琵琶湖はいつも泳ぎに行ったり、釣りにしに行きます。魚もいるんですか。あ、魚もたくさんいます。おー、琵琶湖とかなんか見たことあるけど入ったことないですか。入ったことないですか。滋賀、あとなんか有名なものありますか、琵琶湖以外。近江牛とか。近江牛。はい。あとは。あとはそこまでないですね。あとは観光スポットは琵琶湖以外の。観光スポットは近江大橋があります。近江大橋、どんな橋なんですか。結構長い橋がありまして、琵琶湖にかかってて。あ、琵琶湖にかかってるんですか、橋が。あ、そうです。すごいですね。はい、ちょっと見てみたいですね。はい、じゃあこれから西山屋頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、じゃあラーメン西山屋天気報の時間でした。ありがとうございました。アリース。なんか今日まだ西喋ってないですね。アリース。アリース。